スポーツベッティングはね、今すごいチャリロトとかめっちゃ盛り上がってますよね。実はサイバーエージェントのアベマ TV の売り上げの3分の1はそれなんですよね。競輪とかのあれが稼いでるんですよ実は。だからサブスク3分の1、スポーツベッティング3分の1で、あと広告3分の1みたいな収益構造になってて、だからこれから映像配信サービスしかもう勝てないなって思った。あのあれで放映権、はい、だってアベマ TV が MLB とワールドカップ取ったわけじゃないですか。もう絶対日本のテレビは勝てないらしいですよ。いやだってこの間のワールドカップ出場決めたやつ地上波でやってないって何なんだって、うん、だからダゾーンに負けちゃうんですよ。買い負けちゃうんですよね、うん、放映権料はやっぱりグローバルになっちゃってるからマーケットが、はい、価格帯が、でそこに日本でもカジノ解禁に合わせてスポーツベッティング解禁みたいな流れがあって、うん、まあそれも結構面白いなって、うん、注目分野ですね。なるほど。スポーツとネット配信みたいな。まあそうですよね。僕は相変わらずスタートアップシード投資みたいなのしかやってないですけどね。シードとだいぶあるんじゃないですか投資先。だいぶありますね、うん、それはなんか毎回テーマ決まってるんですか。テーマは全然決まってないですね。面白いと思ったら全部やってますね。ああ